モンテツ式場、煙板を備える蓄法本線で使用された D6061 国鉄 D61 系蒸気、機関車車輪配置2から8から4は1軸、先は4軸動輪、2軸重輪で構成されるものを指す。アメリカ式分類での相性はバークシャー、カナワ。なお、マンテツでは計画のみだが、大陸型とされ、陸という略称を用いていた2から8から4という、 車輪配置は1924年にライマロコモティブワークスが開発した機関車が起源である。ニーチェク受害者自体はこれ以前にも存在したが、いずれも低質の燃料で波の出力を出すためのものだったのに対し、ライマはスーパーパワーと呼ばれる大出力を出すために大型の過失を取り付け、ボイラー自体がこれまでと同サイズでも 蒸発能力を上げ、高速時に長時間高出力を維持できるようになった。また、蒸気の理由で長時間加速が可能なため、加速力目的の機関車に使われるケースもあり、1938年、ベルリン・ワルシャワ間 597km で、ノルウェー製の49型とレイチ型を比較テストした際、最高速が低くても加速で勝った前車が22分。 早く着いたという記録が残っている。日本ではこれとはやや異なり、戦後2から8から2である D50 系、D51 系、D52 系の受大車を交換し、低規格の路線で幹線の大型機を走行できるように改造した D60 系、D61 系、D62 型がある。ありがとうございます。